皆さんこんにちは、横浜ベイコルセラーズ細谷正史です。やっぱり一つでも多く、勝てるようにチームで、しっかりやっていければ、勝てるチームなので、そうすればプレーオフも必ずいけると思うので、やっぱ練習からですねしっかりやっていかなきゃいけないなと思います。個人の特徴としてはスピードを生かして、シュートに行く選手なので、僕は得点力もあると思ってますので、やっぱその辺を見てもらいたいなと思います。そうですね、ライバルだと思っているのはリンク栃木の遠藤選手ですね。その理由としては以前同じチームでやってた選手 で遠藤選手はリンク栃木で、スタメンでどんどん使われてて、どんどんこう日本代表にも選ばれてますし、やっぱ常にそういう遠藤に負けたくないっていう気持ちでやってるので、はい、だからライバル意識はしてますね。はい、注目しているチームは、ウォーリアーズで、注目している選手は、カリーですね。はいはい、やっぱりドリブルハンドリングの凄さだったりとか、あと身体能力がそこまでないんですけど、それでも点数を取れたりだったりとか、NBA でもこうトップクラスを張れる選手になっているので、やっぱその体の使い方だったりとか、いかにどうやってシュートを早く打つとか、やっぱそういうところを常に注目してますね。はい、クリッパーズのセンターのジョーダンですかね。はい、選手がうちにいたら、単純にガードとして一緒にやってみたいっていう、はい、やっぱ上に投げてすぐアリウープしてくれるんで、はい、一緒にやってみたいなっていうのはありますね。横浜 B コルセアーズ、大人の魅力なチームになってまして、すごく本当に楽しいチームになってます。で、会場もすごく雰囲気がいいので、ぜひ会場に足を運んで生のバスケットボールを、見に来てください。よろしくお願いします。